どうぞこちらの席でございます。ちょっと便利な席はこちらでございますので、はい、ちょっと明るいです。はい、どうぞ。はい、これのアンドラビリエニミリスは一人分ですか？一人分です、はい、でこのマトンをエビに変更して大丈夫です。はい、あとはもう一人分は、あとは動作セット、動作セットで動作は選べるです。あ、そうなんですね。そうですね、はい、こちらからマサラ動作、チーズ動作、オニオン動作か今動作から1個選べるです。あ、じゃあキーマで、キーマ動作、はい、はい、以上ですか、はい、何がドリンクとか何が他の料理とか、あとは1つマンゴーラッシー、はい、はい、以上ですか、以上で、はい、ありがとうございます。久しぶりの、うん、濃厚で美味しい。あ、結構いろいろ飲んできたけど濃厚だわ一番。これで動作セットでキーマ動作でございます、はい、セットでトマトソース、名前はチャトニー、ココナッツソース、ココナッツチャトニーと豆と野菜のカリサンバルです、うん、キーマたっぷりです、うん、これをさらにどうやって食べればいいんだ、いいのかしら。これがサクサクで美味しい。あ、そうだね。ちょっとクレープの生地っぽい感じもあります。うん、すごくするけど、うん、うん、これが一番美味しい。どうぞ。セットのお料理は豆ほうれん草ミックス、トマトとタマリンドのスープ、ラッサムは特別カレーです。セットではないやつですね、スペシャルシェフさんのサービス、ミックスベジテブルアビアルカリーです。ここではマトンカリーあるので、お客様マトン食べないからエビカリーはすぐ来ます。でこれではチキンカリー、アンドライスタイルのココナッツベースのチキンカリーで、これではヨーグルトサラダで、これではデザートです。あとビリヤニとサラダもございます。ではスピナッチ、おいしい。コクがあるわ。あと辛みがだいぶ、これ好きだ。やっぱクミンがやっぱり好きだから。ほら見て、このスパイスがすごくおいしい。骨が入ってんだ。あ、そっか、だからか。こういう感じ。うん。うん。
ンスが効いてるね、うん、さっきの実が入ってるけど食べれるのかな、うん、さっき見せた実が入ってる、食べれるんじゃないの、え、本当に食べれるじゃない、これそうなの、やめとこうか、うん、一応ね、これ何なんだろう、わかんないけど、あ、冷たいんじゃん、そうです、あったかいのかと思った、あ、そういうこと、うん、サラダです、あ、酸っぱい、酸っぱい、新しいですね、ヨーグルトだから、飲みたくない、そう、ちょうどいいよね、うん、感じる、バルサムみたいな、うん、うん、懐かしい味がする、じゃあ手を使って食べてみる、いいな、手を使わない、お腹いっぱいになるわ、なるね、うん、すごい取れるね、いや今日は暑いね、暑い、スパイシーなものを食べたらすっごい暑い、発汗作用がすごいですね、やっぱスパイスが、うん、でもやっぱ本当美味しかった、いろんなスパイスが入ってて複雑な味が多かった気がする、ヨーグルトもよく使われてるね、酸味があるやつたち、うんうん、で辛いからラッシーがあるとちょうどいいわ、うんうん、ラッシーが無料でついてくるとは思いませんでした、はい、うん、ラッシーほんと美味しかったな、じゃあ一番好きだ、一番美味しいと思ったやつは、クミンとかベースでペッパーとかがたっぷり入ってて、野菜だけのなんかスープみたいなカレーがあったんだ、うん、それが美味しかった、個人的には、色はやっぱエビかな、エビが一番美味しかった、ね、うん、でもなんかお店の雰囲気も良かったし、インドの人も結構いたね、外国人の方もいた、うんうん、でもすごい良かったね、あそこを選んで行って良かったんじゃないかなって思いました、うん、じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました、それではまた次回の動画でお会いしましょう、お会いしましょう、またね。またねー。